皆さんこんにちは。お世話になってます。今回は裏ゴマダラシジミのハンドペアリング3カット載せてあります。とても短いですけれども簡単に補足説明を入れていきたいと思います。裏ゴマダラシジミのハンドペアリングはちょっと難しいです。オスのやる気が大事です。私左利きですので右手にオス左手にメスを持っております。右利きの方は逆になるかと思います。いつものようにメスの腹部でオスのバルバの位置を刺激します。そうすると開いてきます。で、要点というとまずこの下の今出ましたここですね、茶色い下の爪をまず、メスの腹部に引っ掛けます。これがかかると同時にいい位置にオスのペニペニが誘導されていきますので、コツというか、まずオスのこの画面の下の方に後でちょっとこう茶色い、丸いようなものが見えます。角度が悪いというか角度がから行くとわからないんですけども、ここに、中側から外側に開く爪があります。ゼフとか、ベニモンカラスなんかもみんな一緒ですけれども、中側から外側に開く爪があります。それで、中側から外側に開きます。これですね、ここですね、ここに爪があって、それを中側から外側に開いて、でいい位置にメスのいい位置にかかると手繰り寄せて、で、上の方が合体するという形になります。上から見るとよくわかるんですけれども、この角度だと横からになりますのでちょっとわかりにくいかと思いますけれども、要点はそんな感じになります。オスのこの爪、下の部分の爪がよく開く、オスでないとちょっと交尾が難しいと思います。刺激を与えると、はい、もうすぐ出ます。この状態からここの下の部分にちょっと茶色く見ます。この部分に中側から外側に開く爪が2本あります。これを開いて、これで、メスの腹部を固定して、で合体するという形になります。吹き流しの交配が ある程度簡単にできますので、吹き流しでやってつかないときに、ハンドペアリングをしていただくといいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。